どうも、トシです。お元気ですか？ですね、今日は買い物がてら海に来て撮ってるんですけど、ある方からですね、メッセージもらって、なんで子供と英語で話してるかっていうようなことを言われたんで、ちょっと その件についてですね、自分の自己紹介も兼ねてちょっとお話ししたいと思います。ですね、僕は20年、ちょうど20年ほど前ですね、にニュージーランドに来て、で、仕事が幸運にも見つかって、でそのまま永住権取って、住んでるっていう感じなんですけども、で、その後ですね、同じフラットメイトだった中国の方と知り合って、で、結婚して、子供も生まれ、恵まれて、結構幸せに暮らしていたんですけども、いろいろあって、子供が生まれてですね、中国からご両親が来られて一緒に住むようになって、文化、言葉のいろいろな違いといろいろあって、残念ながら、別れてしまいました。で、今はですね、週末に子供に会いに行ってるっていう感じなんですけども、そういう感じですね。だから基本的に、うちの元嫁とはね、中国人だったんで、英語で会話をしていたという流れで、子供とも英語で話してるっていう感じだったんで、今もそんな感じで話してます。ただ僕も日本人なんで、せっかくだからね、子供とも日本語で話したいんで、なるべく意識しているときは日本語とかは喋ったりしていますけども、こっちの国は学校行くと分かると思うんですけど、子供さんって本当に中国人とかね、韓国人は多いんですけど、日本人って本当少ないんですよ。で、だから、子供もそういう日本語を使う機会もないし、あんまし頑張ってね、勉強したいっていう気持ちがないみたいなんで、なかなか言葉は全然日本語とか伸びてません。だから、そういう理由で、僕の娘とかと英語で話してるっていうわけです。はい。でも、なるべくできたら日本語できてほしいんで、なるべく僕も日本語は使うようにしますけど。はい。以上です。ですね、あと何を今やってるかということなんですけども、いろいろ免税店とかガイドとかの仕事をしていましたけど、今はどういうわけか空調の仕事をですね、もう4年ほどやっています。全く本当、自分は文系で日本で行って、なんで今そういう仕事をしてるかって、本当に人生わかんないですよね。はい、以上です。